トミー・ポター、右へ、チャーリー・パーカー、マイルス・デイビス、デューク・ジョーダン、マックス・ローチは、パーカーの背後にほとんど隠れている。1947年8月頃、撮影、ウィリアム・ピー・ゴットリーブ・チャールズ・トマス・ポッターは、ジャズのダブル・ベース奏者。特に1947年から1950年にかけて、マイルス・デイビスと共に、チャーリー・パーカーの、 クラシッククインテッドの一員であったことで知られた。フィラデルフィアに生まれ、育ったポッターは、16歳で、心臓病を患い2年間の入院生活を送ったが、病を克服し、その後に、ベースの演奏を体得し、ニューヨークのジャズシーンで活動を始めた。ディジー・ガレスピー、ラッキー・トンプソン、アート・ブレイキーも参加していたビリー・エクスタインのバンドで、1944年に、 パーカーと初めて共演した。1947年から1950年にかけてマイルス・デイビス、デューク・ジョーダン、マックス・ローチと共にチャーリー・パーカーのクインテットに参加した。ポッターが活動した時期はスイングジャズからモダンジャズへの移行期、両者が並行する時期であったが、特に1950年代前半のポッターはその両方の分野の 数多くのジャズミュージシャンたちと共演し、録音を残し、その中には、アール・ハインズ、アーティショーのように、スウィングの代表的なミュージシャンたちもいた。この他、ポッターが共演したミュージシャンたちの中には、バド・パウエル、カウント・ベーシー、ソニー・ロリンズ、スタン・ゲッツ、マックス・ローチ、エディ・ヘイウッド、タイリー、グレン、ハリー、スイーツ・エディソン、バック・クレイトン、 チャールズ・ロイドラが含まれていた。唯一のリーダー作は、1956年に、ストックホルムで録音され、スウェーデンのメトロノームレコードから、リリースされた78回転版の音源を、編集したアルバム、トミー・ポッター・ S ・ハード・ファンクで、1958年に、LP としてリリースされ、後には、ライブ音源を加えた、ハード・ファンク・イン・スウェーデンとして2009年に、 CD がリリースされた。ポッターは1960年代半ばに家族との時間を持つためとしてフルタイムのミュージシャンとしての生活をやめて普通の仕事に就き休日などにしか演奏しなくなった。その後さらに関節縁を患い全く演奏しなくなった。ありがとうございます。